お疲れ様です、ロッドです。今日はですね、こちらの虚数記ホグエリババ入りやっていきたいと思います。ということで、玄関今日虚数記ホグが強いんですけども、まあ流行ってる記ホグはこっちの方ですね。はい、まあ、玄関今日使用率一番高いデッキっていうので、まあ大人気デッキが、まあ、スケファイスピの大砲ホグで高回転のやつなんですけども、なんかね、エリババになった、そしてトルネになったね、はい、こちらの方もちょっとあるので、さあ今日こちらでやっていきたいと思います。さあ崖っぷちですけども、負けなければいい話なのでいきましょうか。わ、イカチー、相手の今の見ました、バッチペッカーバルーンヒーラーいましたね。さあちょっと怖そうですね。まあ後ろからいきますか。さあホグデッキではあるんですけども、まあ、今回このエリババとあとは抹茶食いとかいて結構火力が高いんですよね。そうだから、まあ環境のエレジェイとかはね、ほんとボコボコにできますね。そうミラーエリジェイとかされても1周目は大砲で2周目はエリババで、最悪トルネードの回避もあるので、いやこれ相手何も出してない来ないってことはさ、ガチで後ろから来んじゃね、エリゴレペッカヒーラーライドラーバルーンとかっつって、さすがにねえかなこれ。どうする、暇だけど、まあ暇キョスケでいいでしょ。はい、動いていきましょう。おーい、やべえぞこれ、なんだこれ。いやでもババコン入ってるデッキってマジエリゴレかスキャラぐらいしかないんですよ。いやまあ普通に考えたらな、エリゴレだけどね、これプロフィール的に。ああ、そうっすね、これさどうしよう、ちょっと嫌な流れだなこれ。おお、さすがに消えるで、爆破である程度いってくれるっしょこれ。あー、ザップも使っていってらっしゃいエリババ。これホグいってもね、どうせトルネで金起動されると思うんで、よいしょ、これちょっとあの早めに芝子エリババお散歩やなんで、ね、これ相手今トルネ使った、いや俺かそれ、トルネ使ったの俺だな。おお、いやーまあ着いでいっか、最強着いで、さあ、あーこれトルネで金起動されるかもね、うまかったら。うわ、優秀エリババ金起動される寸前で撤退していく。さあここはまあエリババ相手もありましたね。いやすごい対決だなこれ。うん、いやあれマジでさ、キング起動したいから、キング起動したいがためだけのエリババ攻め。いやでもターゲットが天才すぎる、きつそうだなこれ。もうどんどん行く、どんどん行こう、飲んでいく飲んで、あ、着い、あーもう一周いけないか。いやーこれマジ生き毒っすよ、エリアド取ってると思うんで、まあ、マジで本当に下手多分見る前に読みでやるのが多分いいんでしょうね今のは。よいしょ、さあ着い消えて、いやマジ強えなこれ、えぐくない、あ着い OP。さあホグデッキではあるもののホグはなかなかダメージが通りませんね。エリーババでぶっ刺してます。さあまあ無理せずでいいかな、無理せずでいいかなとか言っといて、圧縮延命したい。そしてこれでババコ以外置いたら、あー置いてくるね、ちゃんと取るね。これでもさきついよな絶対エリーババが、いやマジエリーババゲーしてる。あーでは防衛リゴルだけどいいねいや相手のデッキもなんかなかなかでしたね。エリゴレババコヤエリババんイカチーデッキでしたけども、やっぱ高火力なんでね、これエリゴレ系にはちょっと強いかもね。今日スケで公演もなんとかなるし盾も溶かせるんでね。そうオリンピック2020クララオリンピックの方ですか、あなたもしかして最強やないかい。さあマジでホグデッキではあるものの一枚一枚がちょっと重たいので、まあ無理せずね。さあザップ、あーラバー、ラバーしかないんじゃない、ザップ墓石って。いやラバーはね、まあボなんかサイクル次第では全然いけるんですけど、おおすごい、これ逆くんだな、これでも俺攻めればさ、おお、なるほどね。まあ、ババが出てくるかもね。
あ、全然違う野郎だった。まあメガゴ痛いけどみたいな。キングギドできたからしゃあなしかな、このダメージは。さあで墓石置かれてから、まあ、メガゴバルーンスケドラマイティ墓石また回るんで、あーまあまあ無理しなくてもいいかな。血挙で、血挙で良さそう。いやー足早でよかったじゃん。まあ言うた相手は墓石とマイティなんで、あー墓石さえ突破すれば陸受けはきつそうではある。まあエリババは墓石がないタイミングで行きたい。わーそう、ある程度ダメージは受けるものの許容して、これ矢の雨なのかな、矢の雨とかじゃなかったら突破されないっすね。いやまあさすがにこれ墓石だよな。エイバがちょっと入るんじゃない、あれ一発。いやガチでちょっとだな。いやまあちょっと入るのがでかいからね。守りながらもう攻めていこう。俺もダメージこれ削んないとやばいんじゃない。21プラン。さあまあさすがに1本取りいって、あの600も正直ね落とし削りたいね。真ん中にどこかあれ、まあ悩むとこだけど、あこれ爆破で行かれるのか、よいしょ。さあトルネードの一発あと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 一発あ
なバルーンぐらいなんで、で防衛させて大砲丸、オッケー、ホグ一発入って、さあ怖いですね、マジ対空が薄いんで、まあ、その分こっちがねエリババとかキョスケとかもホグでゴリゴリ攻めてあげないと、守ってしようとするとちょっとで、ね、割に合わないですよね。さあラバクロですね、俺も相手の名前じゃねえ、あのバッチがラバクロですって教えてくれてるんで、いやラバクロ嫌だよね、ガチでどうしようかなこれ。まあでもエリババはぶっ刺さりそう。さあ待ってくる、いやーマジでラバ嫌だよ、ラバ大変なんですよこれ。まあ、ファイスピを無限回しかな、直撃とファイスピ耐えれんのかこれ。まあトルネがある分なんとかなるかな、これ分かってたら同罪なのかな、カードあれば。あ、チェックいねえな、渋い。まあでも巨峰組み毒みたいなのもあるかな、組んでから考えようぜ。え、ミニピックなんだけど、まさかの、え、あ、ラバクロのランバーがね、ミニピバージョンがね、いたんすよ、それだ。あ、これかぶった、え、バカおいしくね、ちょっと待って、相手に行くないっすよ、これ。マジで。奇跡起きてる。あー、ファイブ防衛か。いい防衛だな、あれは。これ今、神エリババしたって思ったんだけどね。ファイブベビーで思ったより守られますね。さあ、いや、これ行きたかったけど間に合わなかったな。ミニペか。あー、ラバか。さあ、まあ、これは、攻めた方がいいっすね。ミニペかな、うん、よいしょ、いやトルネマシ優秀だな。で次はコウモリミニペもないんで、まあホバースケブぐらいかな。
美味しい。これエリババ生き毒っすね今。しかも陸ないんで今の間に。で後ろからしっかりしばきます。まあ先取りしとくか。ファイスピで奇跡の防衛はできないものの、相手も結構攻めてきたのでここはちょっとワンチャン。あーやばい、ガチでやだ。まあ回んないよな。まあ切ってラバ、うん、いやこれ美味しいな。蓋してあげて、いや流れはいいぞ。あれクエ引くだけで削る、クエ引くだけヤンキーかなこれ。いや削っていこうや今だし、やばい変な、うわ待ってやばい、あチェックが下手、大事件。まあ相手も守りたいですからね、あんま攻めてこないでしょと思いながら、チャッチ溶かしてあげるか。一応キョスケの爆破に当てとけば、よし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 。いやクエイクのダメージ減ってるからね、あんまいけないよね。さあ、まあ、無理せず行こう。でもこれスキブ咲いたらさ、マジであのさっきと毎回この同じエリババゲー説ないから。非常にやばい。え？天才か？危ない。いや勝った勝った勝った。いやーきちー。いやこれ怖いっすねマジで。まあランバーじゃなかったのが意外と好きだったかな。まあどうだろう、もうなんか気合いでしたね。よし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 。いやトルネガードだとねこれがあるっすね。空に対しての勝率が上がりますね。あちゃくい取りになるだけでマジでなんとかなる。さあピチピチ、おおかかっちゃうか。スケブだったら即取るね、それ以外だったら何もしない。あダックプリか、やれ2発ぐらい入るぞこれ1発。いやでけえ。さあしかもキングキドー、おいしい。ウッドないんでね、この序盤のキングキドーできてないと終わります。さあ液玉出た、キョスケのやつじゃないかな。キョスケムートミラー枯渇アウトロー、ちょうど昨日動画出したやつの方にすごい似てる。まあミラないかもしんない、ロケットかもしんないけど。さあまあキョスケプラス、あーやっぱそうですね、これロケは入ってないですね。まあキョスケっぽく組むだけ組んで、あとはもう適当に自陣で対応かな。いやロケット丸んかい、一発しかもムートが壊れてく、壊れてくれよそれは。あーぶいてー、うーんこれ嫌だね、ちょっと嫌だねマジ。まあ相手のバレルバレル、まあロケットロケットか、まあ巨北組むだけマジで大体きついと思うんで、これプリンワンちゃん、
まあ、あと逆行くのもねちょっとありな気もするんだけどな、どうだろうこれ。いやそうっすね、やっぱどうせこれ来られるんで逆行った方がいいっすね。よし、さあで耐えて耐えて耐えてかな。あーそっち来るのか、ハイスピーわざわざ今右に出したのに。まあ許容の、まあ、これはタゲも取ってるし、つってロケボーイか。おお意外と入る、おいしい。まあ血挙で同じようにかな。まあ、ゴブリンブレルマジでハイスピーだけとかで守りたいな。いやでかっ、ハイスピー使っちゃうんだけど。いや全然悪くはない。あらいてマジで受けきつそう、いっちゃうぜ。エリババに対応しなきゃ結構入るだろ。あエリババで終わるっすね、あれ。さては、いやマジでエリババないっす。もう一発にゃーい。さあこれがね虚数系エリババデッキです。まあ、ホグも結構いいやつ出してます。ホグにね視線誘導しつつ、たまたまエリババ。さあ勝てば12です。えいちゃん、アイジャンプ、ユージャンプ、うん、あーユーのねドリル、ゴースト。まあ、ドリルかペッカか。マジでしょ。ああペッカ機か。さあペッカ工場は全然いけると思うんですけど、カードのサイクルとかもちょっと大事になってきそう。まあここはペッカにね行かれんのもったいないけど、そんなこと言わんと守らない。やば、あこれでかい。これ残ってる気をつけろ、前に出す方がいいですね。これは気をつけ目してあげると、あーうまい、ザップで処理してきたぞ。これ気をつけの爆破に巻き込めるんでね。さあ近畿して、流れはいいですね。ちょっとあざとられてますけども、まあゴースト適当に芝居ってかな。ペッカウキがちょっとやだね。クエイクウッドでマジアチ処理できるんですけど、ウッドがねないっていう。さあまあエリババで十分足りそう。よしよし、いやエリババガチででかい。ホグはぶっちゃけ飛ばしとくでしょ。エレキ、よしよし、あーハイブってくんな。うーんペッカタウン、いやいいペッカだなこれも。さあ両サイケイクマジアチアだね。さあちょっとだけ危ないが、なんとかピンチを耐えてく。いやマジアチちょっとやだね。右も行きたいなこれ、ぶっちゃけ後ろから合わせるカードがちょっとない。さあお、ルート競争してる。
あぶねえ、てか吉、怖え、どうしよう。うわこれやばい、分かってたのに。お待って、キョスキ入ってる、マジワンチャンない、これワンチャンない、おい来た、奇跡、やばすぎ、やばすぎ、やばすぎだこれは。ぶっちゃけ負けてたもん。いや、キョスケー悟りましたね。相手の橋前マシューちゃんもたまたま出したホグが最悪出して重傷ということで、このねキョスケホグエリババ気づいたら勝てますんで、はい、皆さんもぜひねやってみてください。よければちゃんと声もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。